かったな。三ノ瀬のねウェストフィールドにやってまいりました。ここでねちょっと遅いけどね、昼食ディンタイフンでね、また、ランチディナーしようかなと思ってます。どうもケントです。今からディンタイフン、ちょっと名前をね書きに行こうかなと思います。今がね2時ぐらいかな、今から2時間ぐらいね。ちょっとね待ち時間、なんか買い物でもしようかな。わー綺麗やな、ここなんかね、キャンディー屋さん。わー、ポニちゃんね、いつもね、次女がね、来たがるんですね、こういうキャンディー屋さんに。すごいな、これ GoPro で撮ったら結構カラフルで、いい感じ。ペロペロキャンディーがいっぱい売ってる。すごいな、これ絵に描いたような、ペロペロキャンディー。お、何これ、スパイシーピューズマンゴーって書いてる。中になんか辛いのが入ってんの。あ、それ食べてみようか。それこのリコリスってさ、こっちであんねんけどさ、一回も美味しいと思ったことないねんな、こっち住んで長いけど。僕の中ではね、石油で作られてると思ってんねんけどな、この黒いやつとか。わ、何これ、なんかパスタみたいになってる。これは初めて見たな。しかもこの色見て、すごいな。インスタ映えするけどさ、体に悪そうやな。これもすごいね、なんかこんなんどうやって。もう3ヶ月ぐらいかかるでこれ食べるの、きっと。すごいよね、どうやって食べるのこれ。あ、これね、キャンディーコーンね。これ結構は、あのハロウィンのね、定番的なお菓子ですね。なんかカラフルやね。お、これも面白いですね。レゴの形したキャンディーやって。遊べるのこれ。あ、グミね、これキャンディーじゃなくてグミ。あ、結構あなたいっぱい買いますね。これすごいな、なんかハロウィンシーズンに持ってこいやね。ジャイアントガミースクールって言って、この頭蓋骨のグミ、すごいな、めっちゃでかい。しかもじゃあさっきのスパイシーフィールドマンゴーいただきます。あ、辛い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 。なんかよく辛いんだよ、辛い。なんか徐々に来るよ。辛いね、これ。そうなんだ。そういうこと。あ、だってこの間さ、遠足じゃなくて修学旅行行ってたよね。それ泊まりで3泊のね。それでカメラ持って行っちゃダメっていうルールだったから、使い捨てカメラ持って行って、買ってあげたのに、他の子供たちがデジカメ持って行ったと。そういう話してましたけど。ずるくない、なんか。ルール守らへんな、アメリカ人。なんか騒がしいな、ここ。わ、何これ、うるさー。ここら辺からなってるね、これ。あ、いた。ロボット警備員。これね。もう、A3 って言うんやったっけ、何やったっけ、忘れたけど。子供にぶつかった。おー、ちゃんとね、監視してるっていうね。なんかボタンあるんやったっけ、これ。こういうのね、ペッパースプレーとか出てくるのかな。攻撃はしないんですよね、でもこれね。なんか C3PO じゃなくて R2D2 みたいな感じで。監視してカメラ、動画をなんか本部に送ってるとか、そんなんでしょ。すごいな。あ、これがチャージングステーションみたいね。お、ジュース屋さん。これメキシコのジュース屋さんですよね。前も飲んだかな、これね。なんか、すごいなんか、辛いのもかけるもんね、これも。確か。なんか辛いのかけたら甘くなるって、そういう原理なのかな。あれやね、スイカに塩かけたら甘くなるって、同じような原理なのかな。お、アラームが鳴りやんだ。こっちかな、やっぱり。フードコート、人いっぱいやな。っていうか、アジア人多くない？なんか明らかに人口の配分が間違えてるような気がするんだけど。次女にスパークリングウォーターゲット。した瞬間に長女に店に呼び出された。金払えって、金払ってくれって、そういう感じなのかな。
ちょっととりあえずちょっと用件を聞きに行ってきまーす。あ、いたいたいた。それを買えと。そういうこと？うん。ママが今ザラのラインにいる。いるの？お、すごいねこれ。見てこれ。何時間前にね、ER にね、連れて行ったんですよ。大佐のクラスでね、なんか平均台から落ちて着地失敗したんだっけ。それでね、3回目の骨折、あ、骨折じゃなかったのか、捻挫。半分骨折だよ。半分骨折。あ、いたいたいた。ティーンネイジャーね、週末の遊びはショッピングですよ。それに付き合わさせられてる僕ね、こんな感じです。わあ、ここはティーンが好きそうな店やな。なんかインスタ映えするね、なんか色が。アラガッシュビール飲むよ。どうですかお姉さん、グッ。やば、座って飲もうと思ったら臨台風からもう席ができたよと、来てくださいっていうテクストが届いた。こういうの便利やね。ちょっとなんかタイミング悪いな。飲んじゃおうか。じゃあ、リンタイフン。リンタイフン。リンタイフン。ここでチェックインして、中に入るっていうシステムですね。やってるやってる。いいね、職人さんが小籠包作ってる。僕らのリンタイフン好きすぎてね、アホやからね。大阪行った時もリンタイフン食べたな、梅田で。阪急のなんか7階かなんかあったけど、あそこもねちょっと高かったけど美味しかった。なんか動画にはしなかったけどね。あったんだ、サワークーク来た。あ、でも結構一人取れてるんちゃうこれ。ここのねキュウリサラダ美味しいんですよね。すごいテカテカやしな。あ、来たー、小籠包やったー。出たてやね。 Thank youそれでは以上です。今から家帰ります。 TV 評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。